柴崎学は青森県上北郡の平治町出身のプロサッカー選手。ポジションは MF。セグンダーディビシオン CD レガネス所属。日本代表。妻は女優のマノエリーナ。地元のロヘジ SSS へ参加し、サッカーを始める。青森山田高等学校に入学すると、高校1年生にして、チームの司令塔として背番号10を背負う。2009年。 二年生の時には一学年先輩である椎名真士とボランチを組み、櫛引き正敏らと共に第88回全国高等学校サッカー選手権大会で準優勝の成績を収めた。大会後、高校二年生の時点で鹿島アントラーズと仮契約し、2011年1月19日に正式契約を交わした。2011年4月29日、 J1 第8節アビスパ福岡戦で後半40分から J リーグ初出場を果たした。10月9日、ナビスコカップ準決勝の名古屋グランパス戦で公式戦初得点を挙げ、決勝までの3試合すべてで延長120分をスタメンフル出場した。2012年11月3日、ナビスコカップ決勝の清水エスパルス戦で2得点を挙げる活躍を見せ、 カシマのナビスコカップ連覇に貢献し、最優秀選手賞を受賞。12月には、J リーグアウォーズにて、ベストヤングプレイヤー賞を受賞した。2014年、チームメイトの遠藤康と共に、上用銀行の9代目イメージキャラクターに就任。9月16日には、8月の J1 月間 MVP を受賞。 12月9日の J リーグアウォーズで J リーグベストイレブンを初受賞した。2015年、第94回全国高校サッカー選手権の大会応援リーダーに就任した。2016年、元山正志のギラバンツ北九州への移籍により、日本人二人目となる背番号10を背負うことになった。セカンドステージになると、本職のボランチだけでなく、左右のサイドハーフとして、 レギュラーに定着した。12月18日、クラブワールドカップの決勝では、ヨーロッパ王者のレアルマドリードと対戦し、レアルマドリード相手に2得点を挙げるも、逆転負けをして、AFC 所属クラブ初のクラブワールドカップ、準優勝に終わった。クラブワールドカップの活躍もあり、2016年シーズン終了後から、海外移籍のニュースが増え、年明けには、 スペイン一部リーグの UD ラスパルマスへの移籍が噂された。入団会見を行うために準備し、パルマスへの移籍は決定したかと思われたが、1月30日に移籍は消滅し、カシマと契約更新すると報じられた。しかし、翌31日に地震初の海外挑戦となる、スペイン二部リーグの CD テネリフェへの移籍がテネリフェの 公式 HP に正式に発表された。移籍後、慣れない環境への順応に苦しんだが、地元の日本食レストランなどで英気を養い、2月23日から施設での練習を再開。3月1日から全体練習に合流した。3月18日、第30節のレウスデポルティウ戦で途中出場からスペインデビューを果たした。 4月3日に行われた第32節のレアルオビエド戦で遺跡後初先発を果たした。誕生日である5月28日に行われた第40節の AD アルコルコン戦で遺跡後初得点となるバースデーゴールを挙げた。6月18日、昇格プレイオフ準決勝のカディス CF 戦ではセカンドレグで決勝ゴールを決め、同決勝のヘタフェ CF 戦ではファースト レグセカンドレグともにアシストを記録するが、チームは、破れ一部昇格を逃す。2017年7月17日、テネリフェにプレイオフで勝利しプリメイラ昇格を果たした、ヘタフェ CF への完全移籍が発表された。背番号は、鹿島時代と同じ、10。8月20日、開幕戦のアスレティックビルバオ戦で、スタメンからスペイン一部デビューを果たし、9月16日、 第4節の FC、バルセロナ戦で、初ゴールを決めた。このゴールは、リーグ戦と CL で無失点を続けていた、バルセロナの GK マルクアンドレテアシュ低減の無失点、記録を破るゴールでもあった。ちなみに、柴崎の前に、テアシュから得点を上げていたのは16から17、シーズン最終節に決めた、SDA バルの犬井隆であった。柴崎は、鹿島時代に、 クラブ W 杯でレアルマドリードからも得点を決めており、ビッグクラブであるレアルとバルセロナの両クラブから得点を奪った初の日本人となった。しかし、この試合で負傷し途中交代。試合後に、左足中足骨の骨折と発表され、手術し、最大2ヶ月取り脱つとなってしまった。その影響からか復帰後は、出場機会がほとんどなく、 その状態のままワールドカップを迎えた。翌シーズンは完全に監督、ホセ・ボルダラスの構想外となり、開幕戦のレアル・マドリード戦で先発フル出場した、以外は前半戦はわずか3試合、後半戦では、ベンチ入りすらも叶わなくなった。冬の移籍市場では、ビジャレアル CF やレアル・サラゴサから興味を示され、デポルティーボ・ボラ・コリューニャへの移籍が決まりかけていたが、 MF の怪我が多発していたというチーム事情もあり、破断に終わった。結局リーグ戦は7試合の出場にとどまった。2019年7月14日、セグンダディビシオン所属のデポルティー・ボラ・コルーニアと4年契約を締結した。背番号は22。8月18日、開幕戦のレアル・オビエド戦でスタメンデビューを果たした。2020年1月10日、 第24節のカディス CF 戦で遺跡後初アシストを記録した。しかし、チームは一時再開に低迷するなど、柴崎自身も波に乗れず、7月20日に西軍ダディビション B 降格が決定した。2020年9月4日、CD レガネスト3年契約を締結したことが発表された。背番号は8。10月25日。 第8節のレアルオビエド戦で移籍後初ゴールを決めた。2009年11月に U-17 日本代表として出場した FIFAU-17 ワールドカップでプラチナ世代の背番号10を背負う。2012年2月24日のキリンチャレンジカップアイスランド戦に向け日本代表メンバーに初選出された。2013年7月15日東アジアカップに出場する 日本代表メンバーに選出され、1年5ヶ月ぶりの代表復帰となった。しかし、直後の J1 第17節ジュビロ岩田戦で体調不良を訴え、19日に参加事態が発表された。2014年8月28日、キリンチャレンジカップの日本代表メンバーに選出された。9月9日、ベネズエラ戦で日本代表デビューを果たし、 代表初得点も決めた。2015年1月に開催される AFC アジアカップ2015に臨む日本代表のメンバーに選出される。大会を通して先発出場することはなかったが、準々決勝の UAE 戦では、後半から途中出場し、本田圭介とのパス交換から同点弾となるミドルシュートを決める。PK 戦においても3人目のキッカーとして、 PK を成功させるが、PK 戦の末に、チームは敗れた。2017年8月24日、W 杯最終予選に向けたメンバーに選出され、約2年ぶりの代表選出となった。2018年6月、ロシアワールドカップのメンバーに選出された。グループステージ3試合、決勝トーナメント1試合に出場し、決勝トーナメント1回戦のベルギー戦では、 原口元気の先制点をアシストした。ロシア W 杯の日本代表の中心として、チームのベスト16に貢献。2019年3月22日に行われたコロンビア戦で代表初となるゲームキャプテンを務めたが、試合は0から1で敗れた。5月24日、コッパアメリカに臨む東京五輪世代中心で、構成された日本代表に選出された。 大会ではキャプテンを務め、若手中心のメンバーの中、安定したパフォーマンスで、司令塔として多くのチャンスを作るも、チームはグループリーグ敗退となった。運動量豊富なゲームメーカー。試合の流れや状況に応じて、自らの判断で長短のパスを調整し、地を収むか速攻かを方向づけて、攻撃をコントロールする、レジスタタイプ。攻撃的なセンスは素晴らしく、 周囲と連携して決定的な仕事ができる。七海博士は、ボランチでありながら2列目もできる、パス精度やゲームの流れを読む力に長けており、キックの質、とりわけ、インサイドキックはパーフェクトと評している。A 代表の練習パートナーを務めた、安倍博士葵も、柴崎は、パススピードが A 代表で一番速く、インサイドキックのボールスピードは別格だと指摘した。 玉材での弱さに課題があり、本田圭佑からアンドレス・イニエスタのプレーを参考にするよう助言を受けたこともある。光る攻撃センスの反面、守備には強さの欠如があり、日本代表監督を務めたハリル・ホジッチは、ディフェンスの局面でアグレッシブにボールを奪うところを、かなり要求していますとコメント。代表で出場した試合のほとんどの失点シーンには、その前後に彼の影があって、 守備の強度に問題を抱えている。しかし、ロシア W 杯グループステージ第2戦のセネガル戦では前半こそうまくいかなかったが、後半には屈強な体格と優れた身体能力を誇る、同国代表の相手選手に対し、セカンドボールの回収やパスカットを何度も成功させ、守備でも存在感を示した。2018FIFA ワールドカップは全試合に先発し、 上記のセネガル戦での同点ゴールの起点となったサイドへのロングパス、ベルギー戦で原口健気の先制点のアシストとなるスルーパスなどで日本代表の司令塔として活躍を見せた。そのため国内においてサッカー評論家、一般人へのユーザーアンケートとも MVP との評価を受けた。海外メディアにおいてはクラブワールドカップ決勝時の活躍を受けてイギリス市、 ザさんは、日本のアンドレス・イニエスタと評し、ロシア W 杯での活躍から、イタリア紙、ガゼッタ・デロスポルトには、日本のアンドレア・ピルロと評されている。2018年7月16日、同月に、女優のマノエ・エリナと結婚したことを報告した。2016年12月11日に行われた、高窓の宮杯プレミアリーグの FC 東京 U-18、戦前に、 母校の青森山田高校がスパイク盗難被害に遭ったと知ると同じく青森山田校出身の串引き正俊ともにチャンピオンシップまでにスパイクを寄付した。二部リーグへの移籍という選択に武田信広は改めて感じたのは日本人選手の地位というか優先順位は低いということだからといって柴崎がスペインで通用しないとは思わないとコメントした。 前園正清は24歳という年齢を考えると混同するのは間違いではない。スペインの二部はレベルが低くはないとコメントしている。当後に現地への適応に苦しみチームに早急に合流できず不安障害とも報道された。テネリフェのゼネラルディレクターペレス・ポレゴは竹の生活は食事や文化、スケジュール、環境などあらゆる面で大きく変わった。 これだけ短時間で劇的に大きな変化が起こると人間ならば適応できなくなるケースは起こり得ること。彼は西洋の国へとやってきた東洋人。まだ24歳の若さで日本以外のクラブチームでプロ経験がないのだからこのようなことになっても驚きはないとコメントした。この状況に対してセルジオエチゴは欧州遺跡に固執する必要はないんじゃないか。柴崎は 以前から海外志向が強かっただけに焦りがあったのかもしれない。でも状況を見極める目も必要だった。代理人との契約上、動かざるを得なかったのかもしれないが、もっと周囲とコミュニケーションを取るべきだったとも思うとコメントした。それに対して、井井隆は、そこで苦しんで頑張ることにも絶対に意味がある。海外に出て違う環境で言葉も通じない。 監督の考え方も違う中でやるのは日本サッカーのためでもあるし選手自身のためでもある欧州にこだわる必要がないみたいに言うのは全くリスペクトがない海外に行かないとわからないこともあるしそこで培ったものは絶対プラスになると思うと擁護したヘタフェ平績後初ゴールを決めた試合となった2017年9月16日の FC バルセロナ戦終了後リーガー公式は 芝崎の登録名、ガクトスペインでも人気の漫画、ドラゴンボールの主人公、孫悟空にかけたコラージュ画像をアップした。2018から19シーズンに、ラリーガへの復帰が失敗に終わったデポルティーボは4年契約で加入した芝崎に大きな期待を寄せていた。だが、チームは上記の通り一時再開に沈むなど低迷し、セグンダビー降格が決定。 柴崎自身は残留する意向であったものの、最終的にデポルティーボとの契約を破棄し対談。レガネ水石が決定した際には、自身の SNS で本拠地やコルーニャの街並みをアップし、デポルティーボのファンに感謝の意を述べた。その他の国内公式戦その他の国際公式戦、国際 A マッチ51試合3得点。ありがとうございます。